石炭をやる。立派な邸宅の持ち主だが、なぜかそこに拾ってきた不老者みたいな男を住まわせている。使いの者に命じて食事を与え、なぜか少量ながら石炭の塊も定期的に与えている。問題は石炭に限りがあること。この冬を最後にもう石炭をやれない事情がある。それでそのことを不老者に説明する。ここを出ていくのはお前の自由だ。不老者は戸惑いの表情を見せる。納得できないものの仕方なく邸宅を出る。石炭の塊の使い道は何だったのか、不明なまま。